城崎名物どっこ水だんじり大根っていう名前だったの。これどっこ水って何、あの有名なの今一応。あ、もうみんなお土産で買ってます。はい、じゃあどっこ水っていうのも一応お土産で買っていた方がいいのかな。はい、あれ季節限定桃姫、珍しい青物なのかな、青唐入り大福。これちょっと初めてなんでちょっと行ってみようかね。はい、はい、表に桃姫っていうのがあったんですけど、はい、桃姫いただけますか。はい、お一つで。あれなんて、あの青桃っていうのが、青桃ってなんですか。桃なの、桃の若い、まだ若いやつ、まだ熟してないやつ。はい、そうです。それは大福の中に入ってる。それが、はい、シロップ漬けにして。え、まあそうですね。はい、じゃあそれちょっと一つお願いします。はい、はい、ちょっと待ってました。でなんかね、ここに、まあ、城崎温泉が、文学の街っていうか、小説とか文芸作品とかによく出てきますけど、城崎温泉、なんかこれが下駄の形をした本になってるっていうことで、ええ、それからこっちもあのカニの身みたいな本で、これもカニの身を殻からチュッて出すとくみたいな感じで本が出てくるっていう、ええ、まあ、そんなのも売ってる。そしてここにもう一つあります、ええ、城崎裁判。これは、本、これも本ですか。これはお風呂で読める本。え、それはすごい。これいいんじゃないですか、お風呂で読める本。おすすめです。よかったらいかがでございましょう。はい、すいません、お待たせしました。来た、来た。結構でかい、はい、こんなでかい。はい、じゃあちょっとお金払います。おいくらですかこれ。270円で、このでかいぞこれ。結構ほらこんなだもん、見てほら、これ結構でかいよ。そうは言ってということで、出た桃姫、早速ちょっと食べて。こういうのはもうガブッとね。あの桃をなんかシロップ漬けにしてあって、周りが白あんですね。うまい。餅がすごい、これもちもち、餅がもちもちってなんかおかしいんだけど、本当にもちもち。これこれうまい。ちょっと待って、何ですか。奥井さんもいるじゃないですか。そうなんですよ。あの、はい、サンテレビのあのドラマの、今回来てますね。主役の、主役というか、もう本当にありがとうございます。主役じゃないですか。いや吉本新喜劇の森田さんでございます。新喜劇の森田の森さんですね。よろしく。はい。それとあと役者の奥井さん。奥井さんね、あの前回の。そうです。あの、はい、レントラの時も、はい、あの一緒に飲んだりなんかしてる。奥井さん、奥井さんも今回出てて、はい、で今ちょっと奥井さんのさっき午前中に朝朝一番のシーンちょっと僕覗きに行きましたけど、すごかったでしょ。結構すごかったですね。すごいんですよ、うん、もうエネルギーヘロヘロなんですよ。今日もう終わりですか。いや、まだあるんです。まだあるんですよ、これから。ちょっと今休憩タイム、今風呂入っていいから。そう2人で、はい、ああ分かりました。じゃあそれゆっくりお風呂行ってきて、はい、主演の森田さんと、ありがとうございます。大木さんでございます。ありがとうございます。なんと朝日郵便場が開いたということで、なんかちょっと寄ってってくださいということで、ちょっと射的のプロが頑張ります。はい。上から下向きで、でこの先で山並みに人形胸、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 あたことない、胸、胸、胸、これは人形山並み、あの人形胸って胸ね。はい。わかりました。はい。山道出ますよ。これもう。Okay. Okay. You should have never had to go ahead. Yeah. Hey, more. No problem. Hey. Okay. More. Already. Okay. Go ahead. Thank you. Thank you. Go ahead. Okay. Hey, it's all right. Close more. Go ahead.
おいしいこれな。おいしいな。先の何やこれ。おいしいおいしい。はい。おいしいこれ。おいしいこれ。おいしいこれ。あ、オッケー。あ、難しい。誰が難しい。あ、でも今日、私は風邪かい。下にどうなんだ。どっちがそういう感情値を上げてますんでね。上は重たいとか。そういうのない。はい。もう、よし、11個、12発のうち11個、1個なんか弾かれちゃったんだよね。さあ、なんだこれ。ああ、4回4回、ホータイム、ホータイム、タルフライト、オッケー、オッケー、プッシュ、モッサイド、オッケー、3回、指輪入りました。はい、はい、こういうゲームあるの。こういうね、はい、指輪ゲットしました。はい、はい、はい、もう本当に、もう昔の少年になりますね。ね、はい、昭和の少年です、いいですか。はい、ありがとうございます。令和時代が、はい。じゃあ、ありがとう。はい、なんか、温泉卵ができるということで。そうですね。はい、温泉卵ください。はい、ありがとうございます。なんか、自分でぶっ込むっていう話を聞いたんですけど。そうですね、あの、温泉卵で、はい。11分ほどつけていただくと。11分も？はい。随分とかかりますね。いや、もう、それでもう、本当にプルプルの温泉卵になります。マジで？はい、じゃあ、それをちょっといただきましょう。どれ、どうすればいいですか？これですか？そして、そちらの。じゃあ、これをいただきます。はい。このままぶっ込む。もうそのまま。わかりました。はい、じゃあ、これをいただきます。はい。お湯にこれをつける、そしてこれを結んどくっていうことで、まずちょっとポチャッと、この真ん中あたりにポチャッといっとこうかね。はい、これで、温泉卵は11分、半熟卵が13分から14分で、片茹では20分っていうことでね。その間にちょっと待ってる時間がありますので、お寺がここの先にありますので、ちょっとお参りして、それで戻ってきたいと思います。はい、はい、これがですね、弘前温泉のいわゆる源泉湯元です。これはもうものすごい暑いんで、絶対に触らないでくれっていう、絶対に触らないでくれよっていう振りがありました。はい、ということで暑いです。はい、気をつけてください。すごいね。はあ、歴史があるね。はあ。立ちました。はい、ということでちょっと出したいと思います。これ温泉卵、ほんであとは、あ、ちょっと熱いな、熱いって。であとはこれももう一個、もう一個ちょっとこっちは半熟用にちょっと取っておきます。こうしてこれをこうかぶせて、でこれをこれでいいの、割れねえじゃん。何回かこうやっていただくとひびがどんどん入ってきますね。あ、入った。はい、あ、もういいと思います。来たぞ、はい、あ、取れた、本当にすげえ。ゴミはここでいいんですか。そうですね、はい、で、シャージが、はい、これですか。シャージいただきます。はい、はい、これをそして塩かけるのかな。そうですね、はい、まずはこの何にもないくちょっと味わうっていう意味で、こういう、あ、こういう状態です。こういう感じになります。ほら、おーれ、おっとっとっと、うん、うまい。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。これをだからちょっと塩を、うん、はい、これかけて、うん、あ、これうまい。うん、これうまいっす。
もう2分くらい経ったかな、あれから、そうですね、今で、13分です。よし、あとプラス2分いきました。そうするってと今度はい、あちゃ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 、これはじゃあどういう感じになるか、あと2分。あ、これはね、結構お、あー、ちょっとやっぱりね、ちょっと硬くなってます。はい、あ、あちゃ、あちゃ、落ちた。うん、うん、あ、このぐらいでいいかもしれない、もしかしたら。うん、うまい。今何分経ちました？15分です、今で。よし、15分ぐらいのやつちょっと見てみましょう。また3分、2分経ったってことね、今井ちゃん。はい、はい、じゃあこれは11、13、15これはね、もう完全にゆで卵っぽくなってます。あ、でもまだやらけえな。うん、うまい。これね、温泉ゆで卵、こういう食べ方も美味しいなと思います。はい、動画面白かった。